グローバル化が進んでいく中で、若い人たちが今後どういう人たちと一緒に仕事をするのか、場所を選ばずでいろんな人たちと仕事ができるっていう時に、まあ、英語もそうなんですけども、もう一つ多分非常に大切なことがやっぱりリーダーシップ。立教大学経営学部の学部長の山口和則です。自分の専門は、統計学です。で、統計って何やってるかっていうと、将来こう見えないですけど、それをなんとなくイメージできるようにするとか、例えば今日本で何が起こってるかとか、世界で何が起こってるかっていうのを、まあ、数字使ったりグラフ使ったりですけど、なんとなくイメージできるようにする。で、そのイメージできることで初めていろんな意思決定判断ができるようになると思うので、そのための道具っていうのが、まあ、統計学です。実はそのグローバル化の中で、統計って結構大切ですよっていうのを授業の中ではよく言ってます。で、それは何かっていうと、一つはエビデンスに基づきながら議論をすること。チームで意思決定をするときに納得感を持って合意して先に進めるかどうかっていうのは非常に大切なことだと思います。単に誰かが意見を言ってそれでなんか論破した形で納得感ないままチームが進むかっていうとうまくいかないでしょう。で、その納得感を得るために、非常に重要なものがエビデンスになって、で、そのエビデンスを批判的に見ることもできるし、うまく活用することができる。で、そのために必要なものが、まあ、統計の、まあ、考え方になりますので、ぜひ、そのリーダーシップを発揮するという意味でも統計学っていうのをしっかり学んでもらいたいなというふうに思います。